ジョン・ケールは、イギリスのウェールズ出身のミュージシャン。アメリカで、ベルベット・アンダーグラウンドのオリジナルメンバーとして、活動した後、自己名義の作品を多数発表し、音楽プロデューサーとしても活動。1942年3月9日に、南ウェールズのクライナントにて生まれ、17歳まで過ごす、幼い頃から、ビオラやピアノを学び、 1960年からの3年間ロンドン大学のゴールドスミスカレッジで主に音楽論学に関する長い学術論文に取り組むケールはイギリス人作曲家ハンフリーシールのパフォーマンスや電子音楽に惹かれていくその中でもジョン・ケージや彼に重大な影響を及ぼした最初の人となった1963年 アメリカマサチューセッツ州レノックスにあるイーストマン、音楽学院タングルウッド校のアーロン・コープランドは、イギリスで、ケールの演奏を見て、彼の才能に注目した。そのコープランドの計らいで、ケールは、奨学金を受け、夏の間をタングルウッドに留学することとなった。その後、ケールは、二系ギリシャ人の作曲家、ヤニスクセナキスのもとで現代作曲法を学ぶため、ケールは初めて、 アメリカに渡ることとなったのである。ニューヨークにたどり着いたケールはそこで、ジョン・ケージ次ぐ多大な影響を彼に及ぼすことになる人物、ラ・モンテ・ヤングに出会い、後に音楽的規律を学び、それを導入する過程において、おそらくラ・モンテ・ヤングとの出会いは、自分の中でも最も大きな役割を果たしたと言えると語っている。その後シアター・オブ・エターナル・ミュージックという音楽家集団に所属し、 ミニマルミュージック作品を作曲。この頃の作品は、2001年にテーブルオブ、エレメンツというレーベルから CD 化された。そして、1965年にルーリードと出会い、ベルベット・アンダーグラウンドを結成。ベルベット・アンダーグラウンドニコ、ホワイト・ライト、ホワイト・ヒートの2作に参加した後、ルーとの関係が悪化。ケールはルーによって、ベルベット・アンダーグラウンドを脱退させられる。 スターリング・モリソンによれば、ルーは、もしケールが辞めないなら自分が辞めるとまで発言したという。1970年にソロ活動を開始。音楽性は、ボーカル入りのロックアルバムやインストゥルメンタルによる実験音楽等、多岐にわたる。また、テリー・ライリーや、ブライアン・イーノ等と共演したほか、音楽プロデューサーとしてザ・ストゥージーズ。 パティ・スミスなど様々なアーティストの作品を手掛けてもいる。1990年、旧ユー・ルー・リードとの共作アルバム、ソングス・フォードレラ発表。1993年には、再結成ベルベット・アンダーグラウンドのヨーロッパツアーに参加した。アイショット・アンディ・ウォーホール、バスキア、アメリカン・サイコ等の映画音楽も担当した。サウンドトラック、またはスコアを担当した作品。 ありがとうございます。